どうもおはようございます。速稼塾の久保です。今日は6月22日、撮影時間は4時30分でございます。昨日の朝ね、相場解説をしてさせていただいて、ブレイクを狙うんだよってことで見てましたけども、昨日は夕方まで動きはなかったですよね。まあでも、まあ、私が夕食をとってもう布団に入って寝ようかなと思った時ですかね。まあ私寝るの8時ぐらいなんですけどもその時間にですね、ちょうど動き始めてブレイクアウトをしたのかなっていうところでございます。まあたまたまそのブレイクアウトの瞬間に立ち会った方っていうのは利益が取れたかと思いますけども、私はね、寝ていましたんで利益は取れていません。ただ大事なのはこの考え方なんですよ。どこに補助線を引くか、どこをブレイクしたらどういうふうにアクションするかってことが合っていれば、あとはもう運の問題です。自分がたまたま空いた時間にチャートを見ていれば、エントリーできますし、そうじゃなかったらエントリーできないと。で、24時間自分の体が空いてしまうと、今度はですね、いつでも FX が見れるようになりますんで、それはそれでね、稼ぎのチャンスが増えるわけですよ。今現状、ほとんどの方は FX を学んでるところだと思いますので、実際に目先の利益を追っかけている段階ではないと思います。ただ、目先の利益を追っかけないといけないという状態はどういうことかっていうと、少なくとも、1日に1時間、もしくは2時間確保して、きちんと自分なりの仮説を立てた上で、エントリーする瞬間に立ち会っていないといけないんですよね。私は予約のことはまだね、お話してませんけども、予約ってのは結構難しいんですよ。ですんで、私はしばらくまだ予約の話をしません。ですんで、今リアルタイムでエントリーするしかないっていう状態です。しかも、忙しい中ね。だから本来はチャートに24時間張り付いていれば、仮説さえしっかり立てればね、エントリーのタイミングは逃さないんですけども、現実無理じゃないですか。特に1日半日ぐらい働いてらっしゃってね、自由な時間はそれでもなくても1日1時間確保するのが難しいって方が多いと思いますんで、その方は今のうちに仮説をしっかりと立てれるようになっておきましょうってことなんですよ。そういった意味で今回の相場解説も役に立ったんではないかと思います。それでは画面を切り替えていきます。こちらどうぞ。はい、まずね、1日足を見ていただきますけども、これ覚えてます？エリオット波動じゃないんだけども、エリオット波動に似てる形があるよねっていうことを散々パラ言ってましたよね。これが推進波で、調整波が入って、そして新しい推進波がここにあってですね。で、1234。で、5波がこの頭を抜けていくよってお話をしました。で、抜けたわけですよ。いかがですか、この推進波。そして調整波がどっかでまた入ってね、一旦下に降りますけども、それを押し目としてまた上に上がっていくという、これもフラクタル構造です。こうなって同じ形が続いていくフラクタル構造ですよ。フラクタル構造のことももう頭に入ってますよね。エリオット波動ないしフラクタル構造のことが頭に入っていれば、この動きってのがより如実に分かってくると思います。その上でですよ、こういう風なブレイクポイントの値段を重ねていくわけですよ。じゃあ、4時間足行ってみましょうか。はい、4時間足でお話したのはまず一つ、上昇トレンドがまだ生きているよって話をしましたね。ここでバクンと落ちたけど戻ってきたよってことです。そしてもう一つが、レンジが取れるよねって、正確には1時間でレンジの話をしましたけども、レンジを取った時にね、ブレイクポイントが決まるよねってことです。それはここの包み足のところなんですよ。ここを超えた時に、超えなかったら超えないでね、ブレイクでエントリーはできないんですけども、超えたらそれを確認して135の556、ここを目安にバイでエントリーしましょうって話をしていました。実際にエントリーするのは1時間なんで、1時間を見ていきます。はい、1時間でポイントにしていただきたいのは、ヒゲ先ダブルトップです。これも思い出しました。ヒゲ先ダブルトップ、ね。だいたいダブルトップってね、そんなに大きく下にガーンと下がんないんですよ。ガーンと下がんないんですよ。ヘッド&ショルダーはね、大きく下がるんですけどね。で、ダブルトップから一旦下がって、このネックラインをちょっと超えたあたりで戻ってきて、緩やかに横一線と。だから昨日は補助的に、ここにね、オリガルヒのメンバーは、ブレイクポイントっていうかね、ラインを引きましたよね。だから、上級者の方はここを超えたらもう入っちゃっていいよっていうことで、初心者の方は、こちらの包み足のラインを抜けたのを確認して入りましょうっていう話にしてたと思います。じゃあどこで入るかっていうと、まさにこの時間と時間のつなぎ目です。この大きな陽線が一旦終わって次の大きな陽線に切り替わったところで入ればいいかなってところなんで、価格にして
135円の845あたりで入れたんではなかろうかと思います。で、一旦青いのが出てますよね。ここで調整が入ってますんで、一旦はここで利確すればいいと思いますよ。調整が入りましたんでね。で、さらに入れる方はここからさらに入るということですけども、多分ほとんどの方は寝ているんで、ここはね、入れてなかったと思います。ですんで、ここはニューヨークの方がだいぶ入られたんじゃないかなと思います。で、夜が明けてニューヨークの方が今度はね、利益確定に入る場合もあると思いますんで、そうなったらね、一旦また値段は落ちるんじゃないかなっていうふうに今後のことを予測します。これが6月22日の午前中に起きることではないかなと思いますね。で、6月22日、やっぱり日本とアメリカでは逆のことが起きますんで、ニューヨークでね、この一時間軸で取引してる方、私たちと同じような環境の方がいると思いますけども、大した資金が入ってないでしょ。ね、まだ短いですから。だからね、短期的に決済すると思いますよ、これは。この大きな、要線っていうんですか、ここにはね、大きな資金が入ったことが考えられますけども、で、これにつられて、入った、後から入った方がここら辺ですからね。で、これが決済されますから、この辺りが。これが決済されます。これは決済されません。これが何でか分かります?分からなければまたね、クエスチョンで聞いてくださいね。で、これが決済されてしまいますんで、これってのは何を言ってるのか分からなくなってきましたけど、こっちのちっちゃい方は決済されますんでね、その分だけ下に緩やかに落ちていくと思いますけども、そしたらまた、エントリーするチャンスが現れる。これが、6月22日の、多分ね、午前中というか、正午あたりに起きることだと思います。で、逆にですね、大きく下がるようでしたら、今度はこっちが決済されたってことですからね。それを見分けてください。以上かな。ちょっとつい熱が入ってですね、オリガルヒ級の講義をしてしまいました。どうしてね、大きく下がった時は、大きな陽線とこうするのか。小さく下がった時は、大きく陽線を作った資金っていうのが決済されてないから、まだ大きく伸びる可能性があるのか。この辺ですね。同じ、押し目でも全く意味が変わってきますから、今回はここを見抜けられるようにしていきましょう。まあ、今回だけでね、この押し目の意味っていうのが、大きな資金で押し目になったのか、小さな資金で押し目になったのかってことは、わかりにくいかもしれませんけども、何度も繰り返して説明していきますので、その度に、頭に刻んでいただければと思います。でも、この一回でわかった方もいると思いますよ。押し目ってのが大きければ、その直前の、大陽線が解消されたってこと。で、押し目が小さければ、後から入った小さな陽線が解消されたってことなんで、まだチャンスあるってこと。この差は大きいですからね。押し目にも大きな、この意味の違いがあるってことを、今回の動画で分かっていただければと思います。ちょっとね、大事な話しましたね。はい、それではオリガルヒの方は、追加の動画がまだ送られてきますので、お楽しみに。